はい、お疲れ様です。今日もね、オレンタルカディア動画やっていきたいと思います。はい、今日やっていく内容はですね、元素化後ね、視聴者さんからねちょっと質問もいただいたってこともあって、ちょっとここをやっていこうかなと。今までね触れたところがない分野だったので、ちょっとやっておこうかなというふうに思いますね。で、元素化後って今5つあるんですけど、多分始まった人って全部解放されてないと思うんですけど、最終的にはね5つあります。水、火、雷、金と風。はい、でこれはどういったもんかっていうと、覇者ランキング戦ですね。この覇者ランキング戦でこの報酬ね、報酬、デイリー報酬と、あとランクの報酬、あとデイリーランク、あとシーズン報酬ありまして、まあ、この金色の方が元素化後の強化石、そしてこっちの元素のかけらね、これがいろいろな、あの赤とか緑とかあれに変化するやつですけど、元素のかけらがあって、金の強化石があって、さらにこの突破石のかけら、いや突破石の、まあ虹とは言わないのか、元素化後突破石ね、そのまあ3つを使って元素化後強くしていくわけなんだけど、この元素化後、まあなかなか効果がいいといったところになります。でどういうものか一個ずつ見ていこうかなと思いますけど、まず水ね。はい、全部ね星1から5まであるんですね。はい、で星1から5まであるんですけど、今ちょうどこれ星4から星5に行くところで止まってるんですけど、その時にこの突破石、元素化後突破石っていうのが必要になってきます。で星1から星2、星3、星4って星5っていくんですけど、後半になるにつれ、まあもちろん素材の必要量が上がっていくというわけですね。で一個一個見ていくと、水の加護、これは戦闘開始から2ターンの間、味方全体の火ダメ、最終火ダメが軽減します。5、10、20、30、40ってことなので、まあ後半に行くにつれて伸びしろがね、増える。これね戦闘開始から2ターンね、最終火ダメ軽減。はい、火、毎ターン終了時味方全体の全てのよだめが 3% 上昇、6、10、15、25ね、で全てのよだめって書いてあるから、これ全部通常攻撃も気力攻撃も、あと深部の攻撃とかそういうのも多分全てですね。はい、だからこれ火力ね。はい、次金、これが、回復、味方1人が撃破されるたびに、他の味方が最大 HP の 5%、 10%、 15、 20、 30%回復という形ですね。これ回復。はい、で次風ね。風は戦闘開始から2ターンの間、味方全体の最終火ダメが軽減、 6%、 12%、18、24、30ね。でさらに、味方単体が5回以上の攻撃を受ける場合に軽減効果が倍増します。解除負荷ね、耐久。はい、で雷、これが2ターン目終了時敵全体の最終火ダメ軽減を 10% 低下させる。でこれが、まあ、敵にかかるってことね、でまとめると、もう一回まとめると、水が、まあ、耐久ね、味方全体の火ダメ軽減、最終火ダメ軽減、火が、毎ターン終了時の味方全体の余ダメだ、火力ね。で金が味方1人が倒されるごとに回復、他の味方が回復ね、これ回復。で風が戦闘開始から2ターン味方全体の火ダメ、であとは攻撃回数でそれが倍になる、耐久ね。で雷がちょっと異色で、敵にかかる、敵全体の最終火ダメ軽減を 10% 低下させる。ただこれ2ターン目終了時って書いてありますね。はい、でここで、まあ頭のいい皆さんはすでにお気づきだと思うんですけど、まあ結構最近って、まあ耐久寄りのね、まあ水強だったり、強靭だったり、デバフ耐久、そういったパーティーがね、どんどん、まあ、出てると思うんですけど、まだまだね、この速攻パっていうか、ターン数がね、そんなにかからない、パーティーを組んでる方いると思うんですよね。で、そういった場合に、やっぱりね、この元素化後、何がいいのかっていう話なんですよね。だからこの、例えばさ、この雷とか見ると、2ターン目終了時とか書いてあるんですよ。だつまり、2ターン目いかない、試合が多い場合って意味ないんですね。はい。一方で、この
風ね、風は戦闘開始から2ターンの間っていう形で、すぐ発動します。まあ金はねちょっと受け身なんですけど、味方が撃破されると他の味方が回復する、まあちょっと受け身ではあるけど、まあこれもまあ作動するじゃないですか。まあ味方が一人も撃破されないパーティーだったらあんま意味ないんだけどね、うん、で火はこれも毎ターン終了時ね、だちょっと遅いんですね、毎ターン終了しないといけないから。でこれは火力に特化してる。で水は戦闘開始から2ターンの間ね、うん、っていうことなんで、皆さんが、まあ、ご自身がねだいたい試合数とかね、どんなもんかと、あとは、自分のパーティーが結構こうかあの回復が乏しくて結構やられる試合が多いよと、そういう場合によってどれに振った方がいいかっていうのはおのずと見えてくるというところですね。で自分はね結構速攻パ寄りのパーティーがメインなので、これね水と風これメインにしようかなというふうに今思ってます。というのはね星4から星5に行くときにかなりこれ素材が必要で、なかなか上がんないという状況に陥ってます今ね、うん、でこれねリセットできるんだけど謎にね3日間の感覚が必要になってるんですよね。頻回にね、リセットできないという しにくいという状況なので、まあ、今回はこれちょっとリセットしてね、水と風自分はね、に全振りしてどんな感じになるかっていうのをちょっとね見ていこうかなと思います。はい、リセットします。これ全部返ってくるんだね。はい、火もリセットした、水もリセットした、あ、じゃあしてないね。はい、これしましたね。戦力が 11.5、ちょっと分かりづらいんだけど、まあこんな感じでここで行ってみましょう。まず水、こういう風な感じでこのね元素のかけらでこの6個集めて、こういう風に地味だね。火曜日やばい、火曜日、火曜日火曜日しますね。はい、これ星0のレベル5、星0のレベル6まで行くんだ。レベル7、レベル8、あれこれどこまで行くんだっけ。レベル9、レベル9になったら、ちょっと待ってよ、レベル9になったら突破か。はい、突破。これで星が1、星0からあるんだね。これレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、これ大変だわ。レベル5、レベル6、レベル7、レベル8、レベル9で突破、こういう形ですね。はいはい、星2、これ大変だわ。はい、これ早起きでいきますね。はい、水かごマックス、マックスになるとこうなりますね。めちゃめちゃ大変。次風、はい、風マックス大変だこれね。はい、次どうしようかな。とりあえず火か金なんですよ。もう一番いらないの雷なんで自分はね。だから火か金だけど、まあ火力も欲しいけどね。毎ターン終了時、まあどっちもいいね。どっちもこれは交互にいこうかな。はい、とりあえず火からいこう。はい、これで金と火が両方星2になったのかな。で今後はどうするか、まあ金かな。大変だ。はい、金星3でここ装備だけして、あ、これいけるね。これね突破石がもうないと思うんで上限までとりあえず振っとこう。これだけでも戦力上がるんでね。あとは突破石待ちっていう形になるのかね。なかなかこの辺のね素材がねないから。はい、どう、火もこれ入れとこうか。かけらないね。はい、さあこれマックス、これ一番雷いらないと思うんだよな。まあでもかけらは上げちゃおっか。戦力はちょっと上がるからね。まあこんな感じだから 12.5 ちょっと上がったわかんないけど。はい、ということで、まあ、今回ね元素加護ってあんまいじってない人が多いんじゃないかなと思って、まあ自分はそうだったんですけど、まあ、視聴者さんからね質問いただいて、ああそっちの方がいいなということで今回ね動画にさせていただきました。質問してくれた方ありがとうございます。ということですね、この辺もね細かいんですけど、まあ、リセットでね自分色にできるのでパーティーを見てですね、いいものにしていってみるといいのかなというふうに思います。はい、ということで本日はねこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。